なんだこれ、イカれてんのかバンダイナムコ。はいどうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。皆さん、特撮の歴史を変えるとんでもない動画が出てきました。現在5月19日午後5時なんですけど、たった9時間前の朝8時にすげー爆弾が投下されまして、ツイッターでオタクの皆さんを中心にすごい騒ぎになっております。何かと言いますと、シン・ゴジラとシン・エヴァンゲリオンとシン・ウルトラマンとシン・仮面ライダーが合体ロボになります。ん？ん？ってなったと思うんで、はい、いいですか、もう一回言いますよ。シン・ゴジラとシン・エヴァンゲリオンとシン・ウルトラマンとシン・仮面ライダーが合体ロボになります。いや何言ってんだお前って言われるかもしれないんですけど、うん、そんなのね、僕が一番言いたいわ。そんなイカれた企画があるわけが。なんだこりゃ。はい、というわけで公式が病気案件がやってまいりました。なんだこのロボット、なんで肩にウルトラマンとエヴァの生首が乗ってんだよ。こっちみんな、もはや説明不要だと思うんですけど、一応知らない方のためにまず簡単にこのシン・ゴジラたちについて説明しますと、もともとは新世紀エヴァンゲリオンの監督として有名だった庵野監督が手掛けた映画たちで、2016年にシン・ゴジラ、2021年にエヴァの最終回としてシン・エヴァ、2022年にシン・ウルトラマン、2023年にシン・仮面ライダーが放映されました。エヴァ以外は全部それぞれのシリーズの初代のリメイク映画となっております。僕は特撮はにわかなんですけど、エヴァは好きなんで全部の映画見てまして、特にシン・ゴジラが一番好きです。一番ね、僕のエヴァの好きな部分が詰まっているので。で、これらの新シリーズを一括して東宝、カラー、つぶらやプロダクション、東映が手を組み、新ジャパンヒーローズユニバースというのが2022年に発足されました。会社の垣根を越えて新しいものを作ろうっていう素晴らしい試みですね。で、そんな奴らの最新作がこれ。垣根を越えすぎだ。境界線がないどころか4体が1つになってんじゃねえか。もっと各員の AT フィールドを高めろ。そもそもなんだこのデザイン。胸にゴジラがいるし、頭には仮面ライダーが乗ってるし、意味がわからん。このロボットを販売するのがバンダイナムコがお届けするプレミアムバンダイです。イカレトンのバンダイナムコ、誰が通したんだよこの企画。しかも庵野監督とか各方面に許可取ったのかよって思ったら、バッチリ取ってんのね。特に庵野監督ノリノリ。いや、庵野監督詳しい人ならそりゃそうよって思うかもしれないけど、一般ピーポーから見たら晴天の霹靂だよ。ツイッターで皆さんの反応を見てみますと、戸惑いの声多数。そりゃそうだよ、明日は土曜日だ、今週最後の金曜日頑張るぞって思ってて、で朝起きていきなりこんなもん見せられたら、その日のタスクが全部吹っ飛ぶわ。で、この新ユニバースロボですが、合わせて PV が YouTube で公開されてまして、この PV もね、かなりイカれてます。まだ見てない方は概要欄にリンクを貼るので、ぜひともまずこの動画を止めてそっちを見ていただきたいんですけど、いいです、見ました。うん、何だったんだろうねあれ。マジでどっから突っ込んでいいのかわからん。突っ込むのもやばかもしれないんだけどさ、とりあえずね、まず最初に思うのは、エヴァ感の強い高橋洋子の歌からの戦隊ものらしい横から見た構図よ。どこの〇〇レンジャーだよ。しかもなんか動画をよく見てみると、普通にロボのスーツまで用意されてるし、あまりにガチすぎる。なんでこんなクオリティ高いんだよって思ったら、PV の監督がたくさんの特撮監督を抑えている仏田博監督で、スーツアクターも藤田陽平氏なのね。なぜ本気を出したバンダイナムコ、どこまでかけてるんだこの企画に。てか言っていい、空気読めないんだけど言っていい、新ユニバースが発足されたのが去年だから今更なんだけど、シン・ゴジラお前は敵だよね。いや、ゴジラが善か悪かっていうのは非常に難しい問題で、僕みたいなにわかが足を踏み入れている領域ではないんだけど、単純に、もう単純な話として、新シリーズの映画だけの話をするなら、エヴァもウルトラマンも仮面ライダーも人類守ってんだけど、ゴジラ、お前はめちゃくちゃ人殺してるよね。熱光線で数多の人間を蒸発させたよね。そのお前がなんでリーダーっぽいポジションにいるんだよ。ゴジラが合体だって言って、残り3人が了解みたいにうなずくんじゃない。お前ら、そいつがリーダーでいいのか。っていうか、そもそもこの絵なんだ。なんで仮面ライダーと残り2人の身長が一緒なんだ。でかすぎるだろ。遠近法にも限度があるわ。その一つ前のシーン見てみると、まだサイズ差ありますからね。てか仮面ライダー、働け。めっちゃ真ん中に陣取ってるけど、お前一人何もしてないんだよ。
はい、というわけで、まあそれらのね笑えるポイントをなんとか乗り越えたら、ついに4体が一つになって新ユニバースロボが完成するわけですけど、いやもうね、もうここも突っ込んだら負けかもしれないんですけど、言わせてほしい。エヴァやゴジラやウルトラマンはこんな風に変形せん、真っ二つにならん。いや、ゴジラやウルトラマンは全部チェックしてないからわかんないけど、少なくともエヴァは絶対にしない。もし本編でこんなことになったら、中のシンジ君も真っ二つになって発狂するわ。あと、どれだけ僕に知識がなかったとしても、ゴジラの首が180度折れ曲がるとは思えない。まあこの3体に比べてみると仮面ライダーは良心的ですよね。なんせ頭の上に乗っかってバイクが顔になっただけだからね、普通だよね。いや普通かこれ。やばいやばいやばい、感覚がイカれてきてる。落ち着け、ここは緑川博士何やってんだと、そういうところなはずだ。というかですね、普通に考えて仮面ライダーがむき出しで頭の上にいる必要はないだろ。ただただ危ないよ。勝利マンの勝利君か、歩くたびにすごい揺れてバイクにしがみつくしかできないよこんなの。いやーただね、実際面白いか面白くないかで言うと、すごい面白い企画なんだよね。ロゴとかもなんかすごい凝っちゃってさ、これ多分各映画のフォントが一つになってんだよね。イカれた企画ではあるんだけど、ちゃんと愛を持ってやってるっていうことが伝わってくるんだよな。いや悔しいんですけど、ウルトラマンのスペシウム光線が剣になったり、エヴァの AT フィールドが盾になったのはちょっと上手いしさ、かっこいいなと思っちゃった。はい、思ってしまいました。いやもちろん AT フィールドはあんな風に錠剤型の盾にはならないし、最強の使徒ゼルエルでも無理なんだけど、でもなんていうか、あのデジモンのオメガモンとかもそうなんだけど、最強のね、2人の最強の技がそのまま武器になるっていうのは、なかなかオタク心をくすぐってるなと僕は思ってしまった。はい、いやすごい企画ですよね本当。まさか令和の時代にエヴァとゴジラとウルトラマンと仮面ライダーの合体ロボが見れるとは思いませんでしたよ。なんだこの地面と絵面、絶対昨日までの僕に言ってもこれは信じられないな。寝言は寝て言えって言いたくなるもん。ちなみに今のところツイッターの反応としましては、あくまで僕主観での計測ですけど、困惑 6,7 割、いいぞやれやれ 1,2 割、ちょっときついなっていう反応が1割くらいですね。まあ当たり前ですけど、こんなのウルトラマンやゴジラじゃないっていう感覚を持つ方もいらっしゃいます。うちわノリが寒すぎる的なね。まあそりゃそうだろうなと思います。僕は特撮系にはそんなに造形がないので想像になっちゃいますけど、皆さん一人一人の中に自分の中のウルトラマン像とかゴジラ像は絶対ありますよね。まあ、ちなみにエヴァが大好きな僕の個人的な意見としては、いいとやれやれですね。あのエヴァ本編でこんなこと起きたら発表するけど、もう別物の企画として遠目に見る分には面白いっていうか、反対する理由はないので存分にやりたまえって感じです。あれだね、新仮面ライダーが終わって次の新シリーズは何かな、新ゴレンジャーかななんて噂が一部あったわけですけど、こんな形で実質戦隊ものを見られるとは思わなかったね。ああ、Twitter ですとこの4作品が絡む映画の妄想とかもされてますね。シンジ君と本郷は気が合いそうとか、うん、わかる、うん、すげえわかる。なんかね、最初はすごくお互い壁があるけど、一回打ち解けたらめっちゃ親友になりそうな気がする。個人的にはですね、一文字とカオル君の会話がちょっと見てみたい気がしてて、主人公の理解者ポジというか、なんかあの二人同士でね、いろいろ喋ってみてほしいなと個人的に妄想しております。なおこの新ユニバースロボ、気になるお値段は 23,100 円。これが高いかどうかは僕には判断しかねるんだけど、ただね、普通に考えてこれを買うような人にはこれでも安いんじゃねえかと思う。ターゲットの年齢層とかも考えても、うわこれは欲しいと思うような方にはぶっちゃけ5万円でもワンチャン買っちゃうような気がしますので、そういう意味で商売がうまいなと思ってしまいます。ちなみにほぼ同時期にポプテピピックのカブトムシポプコとクワガタムシピピミのプラモデルも発表されました。こっちの方が狂ってね。